雨のスタジアムでは悪天候に負けじと声援にも熱が入ってきました。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんもお迎えしています。お送りするのは明治安田生命 J1 リーグの一戦、セレッソ大阪がガンバ大阪と戦います。この空気感がたまりませんね。僕も選手だった頃はキックオフ前の時間が一番緊張しました。この一戦もなかなかいい試合が期待できそうです。ホームチームの先発メンバーはご覧の通りです。 4-4-2 のフォーメーションです。2人のフォワードが縦に並ぶ形になっています。アウェーチームの先発メンバーはご覧の通りです。今日の陣形は再び流行の兆しが見える一般的な 3-5-2 です。守備と攻撃の切り替えがポイントですね。さあキックオフ、クロスを得点にはつなげられません。キム・ヨンゴン、東口正明、前方に運びました。宇佐美隆、倉田修、井出口洋介、パス、さらにパス、ショートパスをつなぎ相手ゴールへの道を探っています。何を狙うのか。タックルが決まりボールはラインを割りました。ここはショートコーナーを使う。いい位置です。フラッグが上がっています。ギリギリオフサイドでしたか。狙いは良かったですよ。少し受け手と出し手のタイミングがずれてしまいましたね。鮮やかなインターセプト、コースを予測していたんでしょうか。井出口洋介、いいカットです。ボールを奪いました。サイドへパスを出します。レアンドロ・デサバト、慎重なパス回しです。うまく読んでいましたね。ここはキーパーにバックパス。ボールはサイドの選手へ。仕掛けてくるのか。レアンドロ・デサバト、ブルーノ・メンデス、デサバ、裏も見えていたのか。チャンスの予感もしましたが一歩及ばず。井出口洋介、
ガンバが攻めに出ます。宇佐美隆史狙える位置です。ボールを奪い返しました。マテイ・ヨニチ、柿谷陽一郎、マークされていてもうまくボールを収めました。ここはうまいタックル、ただし相手ボールのスローインです。柿谷陽一郎、ボールを失った。宇佐美隆史、ボールは相手に渡ります。前の選手が低い位置でボールに触りました。セレッソ大阪、ボールをうまく動かしてチャンスを狙います。笛が鳴りました。ファールの判定でフリーキックです。マテイ・ヨニチ、奥野博明、松田陸、じっくりと出しどころを探しています。ボールがこぼれました。相手に当たりスローインです。マテイ・ヨニチ、レアンドロ・デサバト、さあどうする。ボールを素早く戻します。中の選手にクロスを入れた。前方に運びました。一旦キーパーに戻します。素晴らしい読みでインターセプトしました。井出口洋介、相手ボールになりました。ブルーノ・メンデス、ショートパスをつなぎます。どこから攻めるでしょうか。中に入れてくるか。デサバト、惜しかった。シュート決まりません。倉田修、目の前にスペースがあるようです。なんていうかイーブンな展開が続いていますね。ポゼッションもほぼ五分五分でしょうか。何か変化が欲しいですね。ゴールを狙う、外れていきました。ゴールなりません。倉田修、ボールはミドルサードからアタッキングサードへ。打った。ミドルシュートを狙いましたがもう少しで入りそうでした。惜しくもゴールならず、あとわずかでしたね。思い切って狙いましたね。シュートで終わるのはいいと思います。また通ります。ここの2人の関係が非常に光ります今日のゲーム。さあまたここからの連携、ここを潰すことができません。ここはゴールキーパーの好判断。ブルーノ・メンデス、
レアンドロ・デサバと奥の広明、ここはインターセプト、しっかり予測していました。井出口洋介、倉田修、ガンバが攻めに出ます。慎重に攻撃を組み立てています。仕掛けてくるのか、いい位置です。ここからどうするのか、シュートは入るか。ここでこの試合最初のゴールが入りました。勢いづいてきましたね。この先制点を大事にしていきたいでしょう。前半終了間際、実にいい時間にゴールを奪いました。監督もある程度プランを練ってハーフタイムで共有するつもりだったと思いますが、これで後半のプランも変えてくるでしょう。奥の広明、マテイ・ヨニッチ、レフリーの笛が鳴って前半終了。スコアは1対0。ゲームはハーフタイムに移ります。前半この選手のプレーがよく効いていました。ハーフタイム直前のゴールは試合の流れを変えました。相手に与えたショックは後半にじわじわ効いてきます。後半のホイッスルが吹かれました。雨は止みそうにありません。ピッチコンディションが悪そうですね。だいぶ水を含んでいます。倉田修、何かしてきそうですが、さあどうする。倉田修、井出口洋介、倉田修、スローインに変わります。ミスパスがありました。マテイ・ヨニッチ、奥の広明、レアンドロ・デサバと奥の広明、素晴らしいスルーパス、クロスを中央に入れた。藤原弘樹、リードを守りながら素早いパス回しで隙を伺っています。藤原弘樹、このパスはカットされました。レアンドロ・デサバと奥の広明、ここを起点にできるか。藤原弘樹、宇佐美貴史、井出口洋介、三浦玄太、いいカットです。ボールを奪いました。レアンドロ・デサバとクリアして危機を脱しました。ボールを前に運んでいます。
丸橋祐介、チャンスにできるか。デサバト狙える位置です。このボレーは惜しくも入りません。ダイレクトで見事に蹴りましたが運がなかったですね。ドリブルで進みます。ここから狙うのか。井出口洋介、宇佐美隆、宇佐美は相手から見ると恐ろしい選手ですね。マークに苦しむこともありますがゴール前での天才ぶりは変わりませんね。あっと驚くようなゴールシーンを見せてくれます。ボールを失った。倉田修、井出口洋介、遠藤康人。遠藤の存在感は変わりませんね。パスの精度とポジショニングが絶妙です。この年でも第一線でやれるのは素晴らしいですね。藤原博樹、井出口洋介、倉田修。ボールを戻します。何をしてくるのか。シュートのコースを読んでいましたね。柿谷陽一郎、丸橋祐介。相手ボールになりました。宇佐美隆、何を狙うのか。ここはドリブルで前に出ます。スルーパスをカットし危機を回避しました。この選手の活躍が目立っていましたがここで交代です。ボールはゴール前へ。ゴールだ。交代で入ったばかりですがしっかり結果を出しましたね。あのシュートはファーストタッチだったかもしれませんね。お膳立てが最高でした。フィニッシュも正確でしたね。右サイドからのコーナーはいいボールが入りますね。これはしっかり練習している証拠ですね。マテイ・ヨニチ、ポツポツと降っていた雨がだいぶ強くなってきました。試合への影響は大丈夫でしょうか。ボールの転がり方も変わってきますからここはセーフティーなプレーを心がけたいですね。サイドへパスを出します。ここでうまく対処します。遠藤康人、藤原博樹、井出口洋介、倉田修。最近非常に好調です。動きも切れています。この選手が一人で試合を決めるかもしれませんね。レアンドロ・デサバト、丸橋祐介。ボールを運びゴールに襲いかかります。真ん中にクロスを上げた。ボールは枠から外れていきます。あまり脅威にはならなかったですね。倉田修、
藤原博樹、宇佐美貴史、ここからどうするのか。パスが軽やかにつながります。テンポがいいですね。井出口洋介、パトリック、仕掛けてくるのか。倉田修、パトリック、いい位置です。何かしてきそうですが、遠藤康、宇佐美貴史、ゴールキーパーが余裕を持って対処しています。試合終了。注目のダービーマッチは相手に軍配が上がる結果になりました。福西さん、試合を振り返っていかがでしょうか。はい、スタジアムの雰囲気といい、これぞダービーという戦いでしたね。結果は残念でしたが、内容的には悪くなかったんじゃないでしょうか。